まあ、日銀がこれだけ大量に国債や ETF を買ってきたわけで、まあ、その結果として市場機能が歪んだことは、これはもうこれだけ介入すればまあ市場機能が歪むというのはまあある意味当然で、株式市場では日銀は今や最大の国内最大の株式投資家であると、こういう状態になっています。他の国で買っている国はないですよね、中国ではね。その金融政策として買ったところはほとんどないはずですね。またあのマーケットの国債の市場ではですね、長期金利を 0% 程度に抑えるという状態を作ってきました。もし日銀がここまで介入しないで自由に長期金利をの変動を市場に任せれば、実際の名目 GDP の成長率から見ておそらく 1% 前後の長期金利は少なくともついていたと思います。逆に言うと日銀によって異次元緩和によって市場の実勢対比 1% 近い水準にマーケットが抑え込まれたんで、いろんな副作用があったことは間違いありません。第一はまず円安であります。スライドを見ていただくとお分かりになると思うんですが、これはあの通常の為替レートではなくて実質実効為替レートと呼ばれる、まあ、あの計算上のレートなんですけれども、国際競争力を表す指標として為替相場、名目の為替相場から逆算をして測っているものですけれども、実質実効為替レートを見るとですね、今の足元、以前160円まで行きましたが、現在の140円全般の円相場もですね、1971年のニクソンショック直前並み、つまり1971年当時の1ドル360円並みの水準まで今は円安が進んでいるということです。でここまで円安が進むとですね、それはもう海外の方々から見れば明らかに日本のものは何でも安く見える。したがってこれだけのインバウンドの観光客が増えてきたし、土地も買われていくという状態になっています。しかしこれは逆に言うとですね、日本の国内から見ると国内の資源、つまり国内の労働力であるとか、まあ、土地もそうなんですけど、そうした国内の資源を安売りしているということに他なりません。安売りしているから逆に言うとそれだけの観光客が入ってくる、その分だけ逆に言うと日本の、生活、日本の国民の生活は決して豊かになっているわけではないという状態です。第2はいくつかありますけど、第2の副作用はやはり市場の機能が低下したために成長性の低い企業が生き残る、その結果としてマーケットの新陳代謝が進まなくなった。これはあの、自由主義市場経済にとっては非常に痛手だったというふうに思います。第3は金融機関であります。金融機関は収益が圧迫されて、外債中心に随分ハイリスクの投資を増やしました。でいくつかの金融機関は、ハイリスクの資産が損失を生んで、まあ他に増資をする金融機関も現れているということで、まあ、それぞれはまあ個別金融機関のリスク管理の甘さというものがあるんでしょうけれども、マクロ的に言えばやはり異次元緩和が金融機関をハイリスクの投資に追い込んでいったという事実は残るんだろうと思います。まさにおっしゃった副作用って全て正しいと思うんですが、まあ、山本さんは日銀マンなんで古巣の悪口言えないと思うんであれですけど、私は最大の副作用をね、日銀が存続 SDGs、 日銀の SDGs じゃないかなと、立ち行かなくなるんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけどね、まあ、それはちょっと、まあ、あの普通のあれはちょっとコメントしにくいでしょうからちょっといいですけど、もう一つね思ってるのは、これは感覚的な話ですけど、この黒田日銀はですね、国民に幸福をばらまきすぎちゃったんですよね。中央銀行って人々に幸福をばらまいてちゃいけないんだと思うんですが、ばらまくのは結果としていいんですけど、後にあのうまく出口を出られればね、いいんですけど、要するに日銀が国債を爆買いして長期金利を低く抑えたから、例えば住宅ローンを借りてた人は非常にハッピーなわけですよ。それから円安が進んでですね、まあ、株価も上がるから株価持ってる人もハッピーなわけですよね。それから政府が一番ハッピーで、あの予算がこう好き勝手に作れて、
ばらまきもできるから、こうばらまいてこう政治家いい思いをしてまた次に選挙に受かっちゃうというよ、もう全てばらまいてばっかりいて、なんか国民にこう幸せをこうばらまいてたんですよね。ですけどやっぱりね、幸せっていうのはやっぱり自力で奪い取るものであってね、あの政府がばらいつもばらまいてるんだけども、日銀までばらまくと、これは何かね、後でねしっぺ返しがすごいんじゃないかなというふうに私は思ってますよね。だからこれからの日銀って大変じゃないか。あの白川前、確か山本さん白川さんにお仕えしてたんですよね、はい、だから白川さんは私は素晴らしかったと思うんですけど、最後におっしゃったのは特に印象的でね、記者会見でおっしゃったのかな、この異次元緩和をどう評価するかって聞かれた時に、確か白川さんは出口をきちんと出られて初めて評価が固まるとおっしゃったんですよ。だから彼は異次元緩和をすることをかなり抵抗感があったと私は思ってますけれども、まさにそれであってね、あの本当に出口に出られるか、出口が出られれば、まあ、それなりに異次元緩和も良かったと思うし、出口に出られなかったらもう最悪の政策だったというふうに私は結論付けますけどね、まあ、私はきっと出口出られない、あの国会で何度も出口を聞いてましたけど、まあ、黒田総裁は時期尚早とおっしゃったままで終わっちゃって、出口、シミュレーションを出したというふうに申し上げたんだけども出さずに、でついに植田さんが総裁がですね、出口を出ようとしている時にもうシミュレーションは出さないし、それからきちんとした戦略も出してないですよね。あの国債購入量を毎月6兆円から3兆円に減らすとおっしゃってて、すごいなって一見そう思えるけれども、残高で見ると上田さん自身がおっしゃったけど2年間で7から 8% しか減らせないとかね、それからその後そのちょうど直前だったかな、山本さんが出されたレポート見て、あそうかと思ったんですけど、本当にこう異次元緩和を始める前までのレベルまでに国債購入額を減らすためにはなんか10年とかあるとかいろいろケースによりますけどね、書いていらっしゃいましたよね。あそうなんだというふうに思いましたけど、やっぱり相当に出口は難しいんじゃないか、うん、と私は思いますからね。私も思いますからきっと、ね、すみません、一つだけいいですか。もちろん今白川さんが最後の記者会見で出口がっておっしゃったんだけど、はいはいはい、タイミング的に言うとですね、はい、白川さんが退任するときは異次元緩和始まっていないのでですね、その異次元緩和に関するコメントは出ないですね。別の機会かもしれないですね。別の機会ですね、はい、まず何年もかかる話だと今藤巻さんがおっしゃったように、非常に何年もかかる、官僚まではですね、正常化の官僚というのは非常に時間のかかる話だということです。で、日銀はこの7月に国債の買い入れの減額計画というのを公表して、それに着手をしました。で、当面に限って言うと大きな支障なく進められるだろうと思います。なぜならば最初のうちは、まあ、減額は大した金額ではない、さほどの金額でないということと、金融機関も今まで外債投資など追い込まれてたところが積極的に日本国債に購入してくるはずなのでですね、当面に限って言えばそれは支障なく進められるだろうと思いますが、いずれはですね、どこかで金利の上昇が避けられないんだろうと思います。なぜかというと、新規の国債がさらに続けて出されていくとですね、金融機関はこれを購入するだけの原資があるかという問題に突き当たるので、その十分に原資があるのか、あるいは金融機関が買えないとすると海外の投資家がさらに買ってくるのかという問題があるので、その兼ね合いになってくるので、そこは必ずしも簡単ではないと思います。ただですね、金利が上昇するっていうのは考えてみると、もともと異次元緩和でこう覆い隠されていた本来あるべき金利がですね、世の中の表に表面に出てくるという話なので、金利暴騰といったような、あるいは金利急騰といったような非常事態を除けば、これは受け入れる必要のあるものだというふうに思います。
金利が一旦上がり始めるといろんなところからプレッシャーがかかってきてですね、なかなか難しさは高まるわけですけれども、日銀としてやっぱり正常化のプロセスは着実に進めていく必要があると。正常化を途中でやめてしまうとするならば、今藤巻さんがおっしゃったことになると近いんですけども、正常化を途中でやめてしまうとすると、なんだ異次元緩和は結局財政ファイナンスだったのねという、追認して異次元緩和が財政ファイナンスであったことを追認してしまうということに他ならないということだろうと思いますね。今ね、でも山本さん、長期金利がだんだん上がっていくだろうとおっしゃいましたけど、私は国会で聞いた時も日銀の理事の方が 1% 金利がパラレルシフトすると 1% あたり29兆円評価損が増えるっておっしゃって回答された、まあ、0.1% あたり 2.9 兆円ずつこう評価損が、まあ、もうすでにマイナスですけど評価損が出てますから、どんどん大きくなってくるわけですよね。で、まあ、今なんとなくその持っちゃいけない株で評価、それは評価益が大きいからいいんですけど、金利をこれから上げるとか、特にその私は過剰流動性を吸収するということになると、日銀 の, 株あの保有株の評価、日経、これは日経1000円あたり 1.8 兆円というお答えいただいてたんですけど、それ考えるとですね、この出口に入ってくると、日銀がものすごい債務超過になっていっちゃうんじゃないかと思うんですけど、それでも大丈夫ですかね。現時点で言うと、あくまで現時点ですけれども、はいはい、非常に ETF から上がっている含み益が大きいの で, いです、ね、30数兆円ありますので、はいはい、多少の実は債券サイドの評価損が出てもですね、それでカバーできてしまうという状態です。ただしこれはあくまでも株価次第のところがあるので、株価が下がれば、あるいは金利が大幅に上がれば、まあ一定の評価損に達すれば債務超過になる可能性があるということは間違いありません。ただ債務超過になったから直ちに信頼を失うのかどうかっていうのはまた別の話なので、そこはね、そこ議論がありますけどね、はい、資金繰りが困るという話ではないです。それは資金繰りはね、はいはい、それまさに自分で吸ってるわけですからありえないですけど、ですから、まあ、信頼を失えばまず為替が下落するというところからスタートして、混乱が起きるということでしょうね。私は、ね、きっと、ね、そこが、ね、将来的に大問題になってきて、本当に債務超過になった時に信用を保てるのかっていう、学会でもいろいろ問題、まあ、議論、両方の議論がありますし、植田日銀総裁もそれ金融学会ではそれ認識ちゃんとしてます、それに触れてますから、本当にその債務超過になった時に中央銀行が大丈夫かどうかっていうのは近々大きい問題になるのかなというふうには私は思ってますけどね。特にその2年ぐらい前だったかな、株価が評価層になるんじゃないかっていうのは、2万円になる、はい、確か2万円ぐらいだったかな、当時2万円ぐらいになると、日経2万円ぐらいになると評価層になっちゃうという話になったので、2020年のコロナの時ですよね、はい、そうですよね、はい、だからそれでその頃はまだ保有国債の方が評価益だったから、でも今かなり大きく評価損になってますし、これからきっと評価損膨らんできますでしょうから、株価が起こってくるとちょっと大変かなと思うし、株で持っちゃいけないはずの株のおかげで債務超過を逃れている中央銀行なんて、もうアグリというかみっともないというか、そのもんじゃないかと思うんですけどね。債務超過になるかどうかは、おっしゃる通り株価とそれから債券金利の上昇がどうなるかによって決まってくるので、これは断定的なことは言えませんし、直ちにそれが資金繰りで困ったりする話ではないので、マーケットがどう見るかっていう、その一点に尽きると思います。で、したがってそのマーケットがどう見るかということを常に意識しながらやっていかなければいけないというのは事実ですよね。ここまでやっちゃうとね、私はもう出口がないんで、唯一の出口っていうのは新しい中央銀行を作り直すことだと思ってるんですね。まあ、そうなると山本さんの厚生年金がなくなっちゃうんでかわいそうですけどでもね、やっぱりちょっとあまりにもやっちゃいけないこと、先ほど言いましたけど、伝統的金融政策で金融論ではやっちゃいけないと言われていることをやりすぎたんで、がもう私もずっと出口聞いてますけど、出口をおっしゃってくれないし、誰もきちんとしたシミュレーションも出さないし、きちんとしたシミュレーションを短期に大丈夫なんてことをおっしゃってくれない、ないからだと思いますけれども、
そうである以上ですね、これからも10年間も平穏無事なマーケットが続けばいいですけど、それはちょっと無理だと思いますので、どこかでやっぱり海が破裂するのかなと。でそうなるとね、やっぱり中央銀行って本当に社会に絶対に必要なインフラですから、新しい中央銀行を作るしかね、方策もうないんじゃないか。これはまあ怪奇に聞こえるかもしれないけど、太平洋戦争後にドイツがやった方式でライスバンクを潰してで新しい、まあ、ワンクッションありましたけど、ブンデスバンクを作って、ブンデスバンクを作り直しましたからね。それで健全なる中央銀行が発行する通貨ということで、ハイパーインフレを抑えましたから、そういう方式がないのかな。要するにその中央銀行が危機的状況になるということは、その発行する通貨もダメになっちゃう、信用を失うということなんで、これはまあハイパーインフレを意味しますんでね。それを抑える方法何があるのかなっつったら、やっぱりドイツ方式がないのかな。もう一つは昭和21年の新券発行預金封鎖、日銀は残すけれども紙幣は新しい法定通貨にしちゃうというような方法ぐらいしかもうないんじゃないかなと。もしそうだとしたら、もう秘密裏にですね、早く準備しなくちゃダメなんじゃないかなと私は思ってますけどね。まあ、過激すぎて申し訳ないですけど、過激で少しついていけないんですけど、はい、一つはそういう最終的にハイパーインフレ、あるいはまあハイパーインフレとまでは言わないまでも、非常に高いインフレ率になるときには必ずマーケットで円の急落っていうのは起こってるはずで、それがいつどこで起きるかっていうのは、そのマーケットの心理によるのでですね、ほとんどいつどこで起こるかっていうのはなかなか判断しがたいっていうのがありますし、なんといっても、まあ、日銀も政府もその前に何らか手を打つというふうに私は思います。そう、あるいはそう信じますって言った方がいいかもしれません。いやでもね、政府も日銀も手を打ちすぎたから、ね、やっぱり社会主義計画経済じゃないかと思って、やっぱりいろんな問題が起こってくると、やっぱりイギリスで起こテラス政権の時に起こったね、株が暴落し通貨が暴落するって流れが普通の姿だと思うんですよ。でもやっぱり日本はその政府もこういろんなものに介入し、日銀も介入してね、要するに株が日本一の株主になったり、半分以上買い占めちゃったりとかね、リートも買うわね、もう何でもかんでもこう動くものには何でも日銀が手を出していくという、これはやっぱりまずいのかなと、いずれ歪みが起こるんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけどね。やっぱりちょっと日本は計画経済すぎますよね。もっと資本主義の自由な市場を守っていかないと、今は平和でもドカンといっちゃうんじゃないかなと、すごい心配ですけどね。やっぱり藤巻さんほど過激な思想を持っているわけではない、思想というかそこまで激しいことが一挙に起こると考えているわけではないので、少し距離があるんですが、一方で日本経済が非常に厳しい状態になっている理由は、藤巻さんがおっしゃっているように、どんどんと市場経済から離れていっていることではないかというふうには思います。おそらくですね、戦後ずっと続いてきた市場競争を大事にするっていう考え方が1990年代頃から随分後退してきていて、それは高齢化だとか少子化ということを背景に、選挙で票を集めようとすると社会保障の充実と、あるいは企業を維持するっていう政策を取らないと、なかなか選挙で票を集められないっていう意識も非常に強まった結果、財政の赤字の拡大、あるいは市場への介入っていうのはどんどん増えてきたというふうに思います。まあ、そういう結果として、だんだんと生産性が低下していくということなので、そこの立て直しが一番重要だというふうに思います。そうですよね。まさに本来であれば、これだけ財政ばらまいて財政出動していったらば増税しなくちゃいけないんだけれども、増税すると選挙に落ちるから、日銀に紙幣を刷らせて政府の歳出を賄っちゃうというね、やっぱりまずいなと思うんですよね。一先生って財政学の先生で、一橋の教授だ、学長だった先生いらっしゃいますけど、彼が亡くなる直前にね、その寄稿してた文章を寄稿して文章一橋の OB 氏に寄稿したんですけど、財政学者としてドイツに行くとやっぱり日本と違うな、ドイツに行くと
ばらまく政治家はみんな選挙に落ちると、うん、ばらまくで必ずインフレになること分かってるから。だけど日本はばらまかないと政治家になれないと、うん、えらい違いだっておっしゃって書かれてなくなっていきましたけど、まさにそれが違うのかなって気がしますよね。結構世間に誤解があることだと思うんですけども、中央銀行の目的っていうのは物価の安定だけではないわけです。私は通貨の信任確保と呼んでるんですけども、その意味するところは物価の安定の他にも金融システムの健全性維持であるとか、まあ、銀行お札の発行流通というのもありますし、決済システムと呼んでますが日銀ネットと呼ばれる大規模な資金決済ネットワークの維持もある、そういうことも含めて通貨の信任確保が重要であるというふうに理解しています。なぜならばですね、よく考えてみると日銀がやれることっていうのは結局資金をマーケットに供給するか吸収するかの、まあ、資金の供給吸収しかなくて、しかしこの資金の供給吸収が非常に大きな影響力を持っていると。それは物価にも影響を与えるし、金融システムにも影響を与えるし、決済にも影響を与えるということで、いわば通貨の供給吸収を適切にやるというのが中央銀行の最も重要な役割だというふうに思います。したがって中央銀行はこれらの物価目的をバランスよく達成することが使命であって、物価の安定だけではないというふうに思いますし、ましてや物価目標 2% をだけが他に優先して実現すべき目的ということはないというふうに思います。まあ、先ほどバブル期、日本のバブル期やリーマンショックのような例もありましたし、それを見ても明らかだと思うんですが、何か物価目標 2% を絶対視するような硬直的な政策運営はやめて、物価の安定、金融システムの健全性維持などの目的をバランスよく達成していく、その使命に改めて立ち返る必要があるというふうに思っています。今のお話でいうと、今資金はジャブジャブな時期ですよね。そうですね、はい、市場すごいね、はい、大変ですねこれからね。まあ、それで私はね、やっぱり今おっしゃらなかった、いつもおっしゃらなかったけど、常識的な話としてやっぱり中央銀行の独立性っていうのはね、特に政治からの独立性っていうのは極めて重要であって、政治の中にいると分かりますけど、政治家ってまず自分の選挙が受かることとか短期的な見方しかしませんから、今景気が良くさえすればいいということで、ちょっとした中長期的な見方しませんので、やっぱり中央銀行はきちんと独立してね、その中長期的な見方、今日だけじゃない景気の在り方を想定しながら運営していくということは、金融政策を運営していくことは極めて重要だと思いますね。でこれもちょっと脱足、世俗的な話になるんですけど、私はまあ正直言って異次元の量的緩和っていうのは最初から大反対だったし、まさにその、大変なことになってしまう政策で大反対だったと思うんですけども、これやっぱり日銀が政治に影響されたっていうことが一つと、日銀安倍さん、私はすごくこう国会答弁なんて聞いてても地頭のいい方だと思うんですけど、アベノミクスは失敗だと思うんですよ。それね、やっぱりね、スタッフをブレインを間違えたかなって気がするんです。やっぱり頭がいくら地頭が良くても全部が自分で決断することできなくてですね、きちんとしたブレインを揃えられるかが一番重要だと思うんですけど、やっぱりその経済金融ブレインはね、私は財務省の方でもいいんですけど、財務省の方っていうのはやっぱり法律家なんですよね。やっぱり実務はね、金融ってやっぱり実務なんで、ブレインに選ぶんだったらば総理たるものを財務省より日銀 OB の方がいいかなと私は思ってますけどね。まあ、そのあと言うと財務省の方に恨まれちゃうかもしれないけど、まあ、金融政策に関してはブレインはちゃんときちんとしたね、日銀 OB 山本さんみたいな方をねやるべきだと本当に思ってますよということです。上田総裁が今年3月以降に行っている政策、一元緩和をとりあえず終わらせて利上げと国債の減額に開始したという政策自体は、まあ、遅きに失した感はあるにしても適切なものであって、この方向を着実に進めていくという必要があると思います。同時にですね、これは実は藤巻さんがおっしゃってたことなんですけど、
異次元緩和を10年11年やってきた異次元緩和というものをですね、やっぱりレビューし評価して、その上で金融政策に対する基本的な方針とか立ち位置をですね、明らかにする必要があるのではないかというふうに思います。異次元緩和はですね、もともと中央銀行、どこの世界の中央銀行がプリンシプルとして原則として維持してきた、あるいは自分自身の規律として維持してきた、例えば資産の健全性を守るとかですね、もちろん財政ファイナンスをしないということは当然なんですが、市場への介入を 最小限にするといったようなプリンシプルをまあ軽視 してしまう、最終的には軽視してしまったような政策だったわけです。したがって、そういうことをどう考え、今後どのような立ち位置で金融政策を進めていくのかというのを国民に示すことが重要だと思います。そうでないとですね、またいずれどこかの時にですね、必ず国債をもっと買ってほしい、あるいは、なぜ異次元緩和でやれたことを日銀はやれないのかというふうに迫られることになるわけですね。その時に国民の前に、国民に対してきちっと自分たちはどういう立ち位置でこの、正常化を進めていますということを説明し、国民から支持を得ていくという努力が必要であって、それが通貨の信任を守ること、あるいは中央銀行や国の信任を守ることということにつながっていくんだろうというふうに思っています。ちょっと一言いいですか。私は最初から、さっきから申し上げていると、異次元の量的緩和って最初から大反対だったんですけど、私はね、その別に大反対してるだけじゃなくて、私の主張っていうのは、伝統的金融政策を守れっていう主張だったんですよね。で、伝統的金融政策っていうのは、景気が悪かったら下げる、良くなったら上げるっていう政策であってね、だとすれば景気悪くなったらもっと金利下げればいいじゃないか、ゼロ金利に近づいたけど、これ一度何度か山本さんとは議論して昔したことあると思うんですけど、でちょっとマイナス金利にしよう、で黒田日銀総裁がやってるマイナス金利政策じゃなくて、預金金利にもマイナスするように仕組みなわけ、ちょっと面倒くさなんで今日は詳しくはおっしゃいませんでしたけど、その時にね、私本当みんなから藤巻は頭がおかしくなったって言われたんですけど、唯一山本さんだけがね、まともに反論してくださったんですよね。でそれはね、山本さんは もしマイナス金利政策を採用すると、タンス預金が増えてしまうだろうっておっしゃって反論されたんですよ。他の人はもうみんな頭がおかしくなったって終わらせたんですけど、ただね、で私ずっとそのやっぱりマイナス金利政策、黒田日銀のマイナス金利政策は全く逆の意味、これもね逆ですねって話をしたら、山本さんが適切なコメントされましたね。黒田日銀総裁のマイナス金利政策っていうのは、日銀当座預金を極大化するけれども、藤巻さんの言っているマイナス金利政策は極小数化政策だから180度違いますねっていうコメントを下ったのを覚えてるんですけど、まさにその通りなんですけどね。でその政策っていうのは、最近になってハーバード大学のケネス・ロゴフ博士がね、教授がね、おっしゃり始めてるんですよ。でそれはなぜかっていうと、山本さんが昔はタンス預金が増えちゃうからまずいんですねとおっしゃったことを、中央銀行デジタル通貨、あれをやるとタンス預金なんかできませんよね、だからその中央銀行デジタル通貨プラスマイナス金利政策だと伝統的金融政策を継続できるんじゃないかと、もう伝統的金融政策っていうのは副作用もがないことも分かってるし、効果あることも分かってるんだから、そういうことができるんじゃないかっていうことを最近書き始めていらっしゃるんでね、私は二度と異次元量的緩和をやらないで、次にもしこういうようなことが起こればマイナス金利政策を取っていただきたいなと私は思ってますけどね。みんなが電子マネーで持っているお金の残高が1万円持っていたとして、マイナス 1% であれば、1年後には、100円減っているんですかね、9900円になっているという政策になるということですね。理屈としてはその通りだと思います。
それが社会的に混乱を招かないかっていう気持ちもありますけれどいやありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、楽しかったです。あの相変わらずの藤巻さんのお元気な藤巻節を聞かせていただいて大変ありがとうございました。中央銀行として基本的に維持してきたプリンシプルというんでしょうか、資産の健全性、まあ、その株のようなものは極力買わないようにするとか、長期債のような長いものは買わないようにするといったようなことをどうやって守り続けるか、あるいは銀行券ルールというのがありました、国債の残高を銀行券の発行残高以内にする、まあ、そうしたことを全部打ち破ってとことん資金を供給するために国債を買い株を買ったというのが異次元緩和で、やはりその当然ながらそれに対する副作用も多いですし、その結果としてまさしく出口が果たしてどうなるか、それが上田日銀が今後どうやってその出口戦略を示していけるのかで、事実まだ出口戦略は示されてないわけですよね。ですからそこにまさしくこれからの大きな課題があるんだろうというふうに思います。ありがとうございました。非常に楽しかったです。ありがとうございました。